はい。こんにちは、昭和咲です。今日はね、お花を描きますよ。これです。はい。八重椿ですね。さっき外から取ってきました。ねえ、素敵ですね。こんな風がいいかな。こうやって、うん。この方がいいね。そしてね、えー、花にらをね、 これも積んできましたので、下の方にちょっと添えて。はい。ではこれを書きますよね。見てくださいね。はい。ではね、早速書いてみましょう。まずね、大きな当たりをつけます。ね。お花が多いですからね。だからまずこう当たりをつけて、画面全体がどうなるかね、把握しましょう。それからね、葉っぱも多いんですね。 だから、鉛筆のね、下書きの段階で、少し葉っぱも詳しく書いておきましょうね。そうすると、もう楽しくね、描くことはできると思います。さあ、ではまず画面を濡らして、いつものね、柴崎の行事です。パッ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 と絵の具を飛ばします。なんでこんなことすんのってね、思います思いますよね。 もうに、ね、自分自身にねこうパワーをね注入してるんですよ。ええ、こうやるとねとってもねスタートが楽しく切れるんですね。大切なものからね最初から細かく書くんではなくて周りからね雰囲気作りねこうなんです。そうするともういけるぞっていう感じになってきます。 では、ね、いよいよ大切な花を描きますよ。ね八重椿です。でもね、あんまりこの段階ではね、こう、花のね、細かい特徴は見ていません。こんな感じですもん。ね八重椿だかバラだかわかんないでしょでそして、ひっかいてます。 こうだよ。よいしょっと。ね。ここもうちも同じ。うん。なんとなく、そんな感じかな、みたいな。ですね。もう乾かのうちにね。こう、ね。色入れていくと。とここが肝心ですね。やっぱり何を確認しても、 いつも言う通り水彩画のね魅力が失ってはいけないんだよねうんだからできるだけ濡れてるうちにね取ったりにじましたりしながら描いていきますよ細かいとこはねまた後でもいいんだから今少しこう日陰の色を入れてますブルーですねこちらにも日陰の色を入れましょう そうすると、根もうこの段階で大きな立体が見えてきます。黄色なんかも入れようかな。さあ、どうだろう。そうしたら、この花のね、そのお隣にあるね、こっちの花も塗って、こうつなげていきますね。バラバラにならないようにね。うん。 こう横を向いた花ですねこれはねちょっと特徴をつかめばいいんだそういうねもう気楽な気持ちでいきましょう,もう詳しく花をね説明するとなるとねあんまり楽しくないよねあなんかうまく描けないとかねそうなっちゃうでしょ違うんだもんねああ大体でいいんだなみたいな感じですよ あ色を加えてきましたねだんだんそうして少し細かいところも書いてみてますねでもねこれで花の数多いですからやっぱり、ね、主役役と脇役をもう決めておく必要ありますねだからうんこれが主役こっちが脇役だったらこの程度かなみたいな感じですね 今ここはね外から摘んできた花にらの花の部分を塗ってます小さくて可憐な花ですねさあこっちはねそれこそ脇役の花ですよこれから大きく花をひ、ね、花びらが開こうかなっていう花ですねここはつぼみですだんだんにぎやくなってきましたね これもつぼみ。うん。細かいところはまた後で書こう。そしてこれは、この主役の花のそのお隣にある花。だから主役を目立たせるために少し暗く書いてます。そしてこれですね。葉っぱですよ、いよいよ。できるだけ一筆で書きましょう。ね。えー しょっとこうだねうんよいしょっとそして濡れてるうちに絵の具を取ったり色を加えたりしていきますとにかくね葉っぱがたくさんありますねうんだからねもう <laughs> ここのひっかきもね練習だな えー、こうね大切なこのこの花の周りの葉っぱは少し暗めにしますよねそうすると花が目立ってきますねほらほら見えてきましたようんこうだね赤も混ぜましょうもう この緑というのはね、まあ風景の木を描くときでも、ね、それから今回のように生物画のね、八つ葉の葉っぱを描くときもそうなんですけども、いつも同じ緑ということに限らないんですね。このように青系統の緑だったり、紫っぽい緑だったりね、黄色っぽい緑だったり、できるだけ幅広く。 ね、柔軟なこう考えで、えー、色を作ってみましょうねさあ人たちで描きます面白いねここも脇もちょっとこうでもこれ脇役だよねあまり描きすぎないうんどうかなねこっちもありますね おーたくさん数があるからねこれをどうやってね最終的にはこうね一つの画面に収めていくかっていうことですよねでも今まずはとにかく葉っぱを描いてます明るい葉っぱの脇には暗い葉っぱそれから黄色っぽい葉っぱの脇にはブルーっぽい葉っぱねそうやってこう違いをつけながら たくさ葉っぱを書いていきますよいしょっともうここまでくるとねだいぶこう筆使いもね上手になってくると思いますできるだけ一筆で書くようにしましょうねやっぱりそれがね 水彩画の魅力なんですよね。ね、こういうね、まあ筆さばきというかね、そういうのも参考にしていただけると嬉しいですね。ほらほら、ねどうですか。随分と絵が充実してきたでしょう。 ね、だから一か所ばっかり見てないんだねこっちを変いたらあっちを描くあっちを変いたらこっちを描くねえそうやってね画面全体を見ながらね書き込んでいきますさあどうかなこうだね うんうん。よいしょっと。ね、もう本当にね、あまりこう、えー、塗り込みすぎない葉っぱもね、必要ですね。だから、まあ、だんだんこう、風がかけてくるとね、今度葉っぱもね、どこを強く、どこを弱くしようとかね、そういう、まあ、 あーリズムですね。そういうことも考えた方がいいと思いますね。とにかく花も葉っぱも数が多いんですからね。さあ。ねえ。葉っぱの間から見える花も見えてきました。さあ今度はこっちですね。少し画面を濡らしてから。 いいていきますよいしょそうするとこうにじみますよねにじむから、まあ、形がぼんやり見えるわけですねこのようにするとさっきまで描いていた葉っぱと比べてこうなんとなく弱く見えますよねそうすると強いとこ弱いとこっていう変化が顔面の中にで,できてきますあこれはカットグラスの 花瓶です、ね、シュッシュッとタッチを生かしてね、から紙の白を残して透明でこう光ったガラスはいず脇役はあんまり書きすぎないってわけですねうんどうかなだんだんこう ほら葉っぱにもね強弱が見えてきたでしょね強く見せたいところ弱く見せたいところですね。だからねこうやってねこう葉っぱ描きすぎちゃったらなまたこう洗ってまたこう空間にしましょう。それからね葉っぱが暗くなりすぎたら洗って。 葉っぱの光沢ですね。ピカピカって光った感じも作りましょう。これが水彩のいいとこなんですね。洗ってしまう。はい。それからこう色を重ねてみる。ね水彩の特徴をね、十分生かしてあげます。もう一回、もう工画の花を描いてみます。 ね、だからこう,こういっぺんで描き上げるんじゃなくてねえダメならちょっと洗ってまた色をね添えてみるそういうね描き方ですさあいろいろやってみますねねえここにはこう暗い方がいいかなこれちょっと明るい方がいいかなってね実際の花とこう違う えー、絵作りも実はしてるんですねこの段階でさあどうかな <laughs> はいねちょっとこう透けて見える感じとかそういうところも大事ですねうんこれね いところを溶かしてみたりまたタッチを生かしたりこうですねこう書き込むだけ,だけじゃなくこうまとめてしまうって感じですねあまたまたこういうね明るい窓を作りましたよねえ 全体見ながらね。どうなってんだろう？ね、いつも画面全体もを見て描くというわけですね。さあ、またこう後ろもね。色を加えてます。ね、ちょうどどう取るかほらこんな感じです。よいしょと。これは大切なんですね。これで絵の雰囲気はガダイと変わってきます。 ね、乾かしてまた色をね上からこうねのせてにじませながら全体のこう関係を見てますさあ暗いの明るいの描きすぎたところはまたこう溶かしてあげたりねだんだんもう仕上げに近づいてますよ かなあね、周りのテープを剥がして。はい、出来上がりです。はい、ええー、八重椿のね、花。出来上がりましたよ。季節の花を描くってのは、本当に面白いですね。はい、また次回ね、違う家で、あなたとお会いしたいと思います。最後まで見てくれて、どうもありがとう。 それではまたね。